许多秘密。Thank you.
Yeah.
わるべきものじゃないんだよ。でも荒木君はほっといていいものまでどうにかしようとする傾向にある。手当たり次第人を助けようとするのは無責任だってことか。でももしも僕はお前みたいになれないの、僕は1割くらい解決に怪異そのものだから。限りなく広がる。